お花の皆さん、こんにちは。沖野乃香です。はい、今回はインスタでもよく質問が来ていた私のインスタの画像の加工方法を紹介したいと思います。結構 DM でインスタどうやって加工してるんですかとか結構質問が来ていたので、今回は全然なんか参考に、私のインスタなので参考になるかわからないんですけど、ぜひよかったら最後まで見てください。はい、ということで早速こうしていきたいと思うんですけど、携帯がもうこの辺とかもバキバキすぎてやばい。もうちょっと今日はこの間カフェに行った時の画像を加工していきたいと思うんですけど、ピックスアートが私もうずっと使ってるんですけど、まずピックスアートの写真のところからまず選びます。さっきの写真を、私なんかいつもなんかピンクでちょっと統一していて、わかりますかね、若干ちょっとピンクで統一しているつもりなんですよ私はでしているんですけど、このピンクの画像を、そしたら写真の追加ってあるんですけど、なんか写真の追加ってところで出して、こちらの透明度でこういう感じで薄くで若干ピンクのフィルターをつけるという感じです。まあ、画像によって結構変えてるんですけど、 7ぐらいかなにします。それでまあ適用で、これだけだと画像がめっちゃ暗いので、ツールっていうのはあるんですけど、ツールの修正の明るさのところで見つつ、まあ10ぐらい、これが前の加工していない画像で、こっちが加工している画像です。若干ピンクになって、もうめちゃめちゃピンクっていう感じにはしたくなくて、気持ちピンクっぽい感じにしたくて、それであとはそのさっきのツールと修正で同じところでサイドを、これもやっぱ画像によってなんですけど見つつ、サイド上げたいなって思ったらちょっとだけ気持ち上げます。やっぱサイド上げた方がちょっと鮮やかに見えるので、逆にサイドが強すぎるやつとかは逆にサイドを下げて低くしたり、あとはシャドウを若干上げるところもまた明るくなるので、こんな感じで結構暗かったのがこう一気に明るくなります。でなんかこの画像は割と平気なんですけど、これで一旦保存するんですけど、ここら辺が若干暗い気がして、もうちょっと明るくしたいなって、なんか画像全体じゃなくてここの部分だけちょっと明るくしたいなみたいな、そういう時によく使ってるのがこの上のこのアプリなんですけど、これ全体を同じぐらいの明るさにしたいので、これめっちゃ優秀なんですよ。もうこれのツールを押して、このいろいろまた出てくるんですけど、これの部分調整を押します。でそうするとこのさっきのちょっとこの辺の明るくしたいところをタップします。そうするとなんかこういう丸く出てくるんですよ。それでなんか見えますかね、スライドさせるとこの明るく暗くみたいなできるんですよ。あ、この画像めっちゃ変わってると思うんですけど、それで若干明るさを足したりしてます。全体的に見てこんな感じでできたんですけど、これが加工する前で、これが加工した後です。え、結構これめっちゃ優秀で、でサイドも変えられるし、明度明るさもできて、せっかくいい写真なのにここだけちょっと暗くて嫌だなっていう時とかにめっちゃおすすめで、って感じでいつも私がインスタの画像の加工をしているんですけど、ビフォーアフターを載せておきます。これが加工する前の写真で、こっちが加工した後の写真です。結構もう明るさとかも全然変わるし、見え方もめっちゃ変わるのでめっちゃおすすめです。はい、って感じで私のインスタの加工の方法でだったんですけど、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価
お願いします。コメントもお待ちしております。ぜひおすすめのアプリとかあったら教えてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。